私が入った頃から染めっていうチームが稼働したっていうのも あるので、まあ折だったら社長、まあ玉木が引いてきたレールっていう中でどうやって今を変えずに新しいものを作っていくかっていう難題は持ってて、では新しいレールを引かなきゃいけない、じゃあ染めはどうするかって言ったら、まあゼロ発進だから、まあレールのを作っていく上では面白くはありますよね。自分らが1だか0だから、それを1に持っていくっていうのはいろんなことを挑戦できるっていうのはやっぱり大きいかな、大きかった。大変だけど大変だけど、その一点物作るって結構効率が悪いけれども、その効率の悪い中でも効率重視で、まあ作ってる側も日々変化があって楽しいってのもあるし、多分お客さんも100人いたら100人違う、好きな色は違うみたいなところで、もうお客様ニーズに応えてっていうのもあるとは思う。一点物は大変なんですよ。楽しいけど。